授業は終わったぞ。君たち、レイラ院学生物校の内容忘れてなくてよかった。質問がある人は何でも聞いてくれ。もっと嬉しそうにしたらどうだ。この授業はテストがないんだぞ。スビースティ、また一人で鉄の皮がついたジャガイモを摘みに行くの？私たちにできることはある？町のみんなで外にいる魔性をやっつけられるってヴィラ先生が言ってた。地脈エネルギー図を完成させたら魔性の弱点がわかるんでしょ？先生が教えてくれたみたいに、キケルンはちっとも怖くない。草食性の魔性で人間に危害を与えたりしない。僕は縄とお花と白い手袋を持ってるよ。きっとたくさんのジャガイモを掘れるんだ。ピョートルは力持ちだから道に転がってる岩をどけてくれるし、ニーナはお湯が入った水筒を準備してくれるし、それから ごめんな、君たち。私も全ての研究理論に確信を持ちたい。だが、見ての通り、この地脈エネルギー図はまだ完成していない。肝心なところが欠けている。私一人の力では初歩的な形に起こすまでに数ヶ月はかかるだろう。それにあの場所にはより危険な魔性の種族がいるかもしれない。ライア式は魔女のお城になっちゃうの？ガラガラで何にもないみたいな。皆さん、静かに。さあ、涙を拭いて笑いましょう。ライア式はそう簡単に負けたりしませんよ。本当に？でも、どうやって？ミス・ヴィラ、ゼノ・ミリタリーとベルトロトにはくれぐれも気をつけた方がいい。もちろん、彼らに頭を下げたりなんてするもんですか。とはいえ、町を守り抜き安全な場所を確保することが大切です。これはライア式のみんなで決めたことです。皆さん、ほら、外を見てください。町のみんながライア式を守るために頑張っています。クヌートの工場が泡吹いてる。作業員の皆さんは廃棄された鉱石加工場を改造するつもりです。彼らは今加工場の原料と埃を清掃しています。大変なお仕事です。それが終わったら新しい生産ラインを展開して周辺の町と提携関係を結びます。結魚の養殖、缶詰生産、ジャガイモ栽培、どれも私たちが得意なことでしょ。工場のおめかしをするの？髪を結ってリボンを結んで綺麗な花冠をつけて。あれ、パトリッキーおじさんは何してるのかな。
みんな列に並んでる。今日は鉄帽子のお祭りなの？あのね、アウグスト君、しばらくの間ブリヌイ同士とは会えなくなってしまいます。彼らは今忙しいんです。工場を新しくするため食堂の出費を抑えなくてはならないので。そっか、ありがとうブリヌイ同士。君は賞状をもらうべきだよ、アリョンカも。あそこ、クレーンが僕たちのお家を壊してる。ええ、みんなでもっと固まって住むことにしたんです。そうすればたくさんの畑が作れて、より多くの作物を栽培できるようになりますから。そんなに大きな犠牲を払ってよかったのか？もちろんです。ゼノミリタリーも福祉施設も他のどんな場所もライア式住民の帰る場所ではありません。まだゆりかごにいる赤ちゃんやベッドで眠るお年寄りもライア式の過去と未来です。見捨てるわけにはいかないでしょ。屋敷に見捨てられていい人なんていません。この町が羨ましいよ。あなたが思うほどのことではありません。すべきことをしているまでです。外には似たような状況がたくさんある。ブサールカと人間の間で板挟みになる君のような状況も。世間はレイライン学を蔑み排除し解散させようとする。彼らの研究経費と名声を奪う可能性があるからだ。みんな自分の城を守りたい一心で戦う。そして全ての責任を今の時代になすりつける。今の時代、みんなの敵。よくできた言い訳だ。ライア式は違います。この町は何も聞かず私を受け入れてくれました。一週間、数ヶ月、数年、今日までずっと。だから当たり前のように私の理想になりました。みんなのために存在し、みんなの夢で成り立つ町、労働を共にし生活を共にできる健全な社会です。共に町を建設し、成果をみんなで分かち合うんです。互いの腹を探ったり未来を憂いたりする必要はありません。みんなが自分の望む分野で輝ける場所なんです。もちろん今だけでなく、これから先もずっとです。あなたとレイライン学が持つ可能性をライア式の住民たちに伝えました。みんな土から秘密を発見できる学問に興味津々です。もしかしたらライア式の希望が隠されているんじゃないかって。でも私はライア式人ではないし。でも子供たちに新しい知識を教えて、私たちと共にライア式の可能性を模索しているでしょ。この町はあなたの力になろうとしています。クヌート同士は
彼の工場もレイライン学の研究に参加したと町のみんなに自慢していましたよ。羨ましがる住民たちがたくさんいました。最も重要なのはここにあなたの理論に興味を持つ学生がたくさんいるということです。もう一度聞きます、スビスティ同士。住民のためにレイライン学の講座を開いてくれますか？世間に認められていない学問でもいいのか？実質的な成果を持たない学者だとしても。だからこそ共に努力するモチベーションが湧くってものです。あけすけな誘導だな、ミスビラ。美しいとは呼べない世界です。たくさんの問題を抱えています。大国の暗躍、貧困問題、利己主義、排外運動。でも未来もそうとは限りません。少なくとも来屋敷では新しい挑戦ができます。もしかしたら未来の象徴になれるかもしれません。全ての種族と全ての主義が平和に共存できる街として。もちろん失敗して廃墟と後悔が残るかもしれません。でも少なくとも確かにその街は存在した。私たちはこの町を愛し、犠牲を惜しみません。どうやらいつ崩れてもおかしくない船に乗ってしまったようだね。そうかもしれません、スビスティ同士。でもここにいるルサールカはあなたの敵ではなく友人です。なんとも光栄だ。